22日土曜日の全国の天気をお伝えします。高気圧が張り出し、日差しの届くところが多くなりそうです。ただ北海道では日本海側、そしてオホーツク海側を中心に雪の降りやすい天気となります。札幌周辺では一時的に雪の降り方が強まる恐れがありますのでご注意ください。東北の日本海側、北陸にかけても午前中は雪の降る空となりますが、午後はだんだんと雪雲の流れ込みが少なくなりそうです。除雪作業なども進めていただけるようなお天気となっていきます。また近畿の北部、鳥取周辺でも天気は回復傾向となっていきます。太平洋側を中心に日差しが届くところは多くなりますが、なかなか気温は上がっていきません。昼間も真冬の寒さとなりそうです。九州に関しては夜雨の降るところがありますので、お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘をお持ちください。この先も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。